今のタイミングでもいいですからね。じゃあスタートきました。わすごい。ではいつものスペシャルクエスト、はい、いきますよ。はい、一狩り行こうぜ、言わせていただきます。お願いします。それ言わないと始まらない。いきますよ、はい、一狩り行こうぜ。よし、私これもう武器キャンプで武器変えれますので、はい、武器変えれる。嘘だ。今回から、全部の準備をしなくてもキャンプ地で変えるように、はい、あ、クレスト中に変えられるんですね。どこで変えれますか。こんな、あそこ、その中です。はい、テントで。はあ。さあ時間も迫ってきてますから、なるべく。じゃあ私はあれ、これで変えるのかな。ボルボロスですからね、戦う相手は。皆さん何が見たいですか。お、さすが、さすが、何でもいけますよと。何でもできる人すごい。はいはい、ランスですね。まだ始まってないですよ。はい、スティールアックスってなってる。スラッシュアックスが、スティールアックス、スティールアックス。はい、皆さん何が見たいですか。ちょっとね、ラグが少しあるんで。なるほど、はい、はいはい、今多分そろそろ来ると思います。もうね、徳田さんはすでにモンスターを探しに走っています。ガンランスっていうのが最初に出てきましたよ。ガンランス来ましたね。ちょっと何やってるんだ。タッチが見たかった。タッチが見たかった。すいません、スラグでいきます。今回、まあ、場所自体もすごく広さもありますけれども、まず最初にモンスターを探すという作業から始まるっていう感じですね。はい、モンスターを探す時にはですね、はい、先ほどのシルベムシで、あ、シルベムシ、モンスターが残してた足跡とか、まあ、粘液とかいろんなものがあります。痕跡がありますんで、はい、そういうものを採取してもらって。あ、今すでに見つけましたね。はい、何か緑色に光っている部分。はい、どこですね。すりつけられた土壌を見つけました。はい、足跡を取りました。足跡も見つけました。飯食ってますよ。あ、でかいのいる。ということで、え、飯食ってました。飯食ってましたよね。はい、すごい。行きましょうか。こういうふうに痕跡を見つけて、どんどん モンスターが本当はどこにいるのかというのを見つけていくというところですね。はい、もうちょっと経ったらこうシルベムシ案内してくれる。皆さん、別のモンスター倒すのやめてもらっていいですか。はい、行く方向に素振りです。練習やめてもらっていいですか。前にいますね。あれ、いなくなった。おっと、あ、徳田さんが見つけました。ボルボロス発見です。もう見つけたんですか。そこに行けばいい。あのシルベムシが皆さんのところにも走ってると思います。その緑の光についていってください。これについていけば。ヒロミさんは今ですね、すごい小型モンスターに見つかっているので。あ、なるほど。一回逃げます。はい、警戒モードを取らないとシルベムシが考えしてくれます。シルベムシはモンスターに見つかっている状態の時はちょっと怖がって後ろに入ってしまうということですのでね。わかりました。すごい出遅れた感があります。出遅れた感。徳田さんもう戦ってますよ。今回武器は何に使っていますか。ヘビーボーガンですね。はい、ボーガンかなり操作も変わってまして、はい、この歩きながら撃ったりとか、歩きながらリロードしたり、まあ、いわゆるサーボンパーソンシューターみたいな遊びができるようになってます。待ってよ、今ガトリング撃ってますね。機関榴弾。はい、お願いします。みんな調べ虫についていって。いた、おりました。すいません、すごい。あ、辻本さんも見つけましたね。いた乗ってください。辻本さん高いところにいますか。辻本さん乗ってください。ね、ここチャンスですよ。乗ります。皆さん集合されましたかね。はい、はい、さあ辻本さん今乗るところを狙っていますね。うわ、すごい泥。お、なんかすごい乗りですね。乗りました。乗った。耐えて。あ、いける。あ、乗ってます。おお、あ、そうか、乗っとしちゃった。乗ってる間にいいんじゃないですか。周りがね、すごい。僕の画面を映ってますか。よし、あ、すごい。よし、あ、いいですか、これ。まだ見てくださいこれ。いや、この子たち何やってるの。すごいですね、これ。何ですか、これ。テトルっていうね、アイルの仲間なんですけど。どこにいたの。テトルと仲良くなってですね、この風にサポートしてくれることがあります。なるほど。大陸でもちょっとね、人当たり良くしておけば、こうやってテトルが助けてくれると。あ、違う。戦いにすごく重要ですけれども。すごかった。あ、違う。閉まっちゃった。転んでる。なんかめっちゃ爆発してる。ヒロミさんどうですか。めっちゃ爆発してる。今操作方法を一通りやってます。まず。はい、慣れた武器で来た方が良かったんじゃない。いや、どっちにしても初なので。あ、来た。よし。あれ、逃げてますかね。逃げてますね。いいですね、これ。いいとこを移動してくれ。あれ、ふんころがしみたいなやつがいる。あ、います。ふんころがしがいる。ふんころがしいる。ふんころがし、それどころじゃないですよ。あ、そうだ。先行ってください。すいません、すいません。お肉食べてるし。あー、シルベムシ来た。分かってきました。はい。もう大丈夫です。こ
こかね、まあ、本当にリアルさがあるということで、モンスターの糞もかなりリアルになっていますね。実際にモンスターが糞をして、糞を残すと、そこに糞転がしが群がってちゃんと丸めてくれるという生態系が。辻本さん、糞転がし見に行かなくていいですからね。そうですか。どうせやったらこう、糞転がしを。お、糞転がしなんかできるんですか。糞転がしってなんか。糞転がし。あ、取った。捕まえた。糞転がし捕まえた。ずるい。教えて。ずるい。ふんころがし捕まえたい。支援。そんなんできるんですか。初めて見ましたね。全然支援よ。何それ。フィールドにいろんな生き物は全部捕まえることができます。俺らに。あ、いた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 。フィールド内にいる生き物は全て捕まえることができるそうですので、ね。ちょっと待って、 T シャツ欲しい。ちょっともっと T シャツ欲しいから、ちょっと時間があるんで。ふんころがしじゃなくて、これ倒しません。まだかなり元気ですよ。そうですね。これは行ってみようかな。前ダッシュ、ちょっと前ダッシュがあるんですね、はい。ランス、この辺り。あれ、やばいやばい、これ泥だ。あ、めっちゃ泥。走らせるわ。あ、こっちダメです。マジダメ。あれ、はい、走りながら回復。あ、違う違う違う。これ違う。あの、罠とかもお持ちかと思いますので。来た、罠、俺とも来た。罠。L1 が更新していただくと、罠。いいですね。来てくださいね。これなんだ。ディアブロスが出ました。ディアブロスが出てきちゃいました。やばい。いやー、怖い。やばい、やばい。ちょっと待って。穴開いた。穴開いた。穴、どこ行った。穴に下がらせてください。落ちてください。逃げて、落ちてください。逃げて。ディアブロス、ディアブロスはどこ行った。下に、多分下に行ってます。います、います、います。そのまま下に落ちたら会えますよ。やだ、ディアブロスを狩ろうとしないでください。はい、来た。ディアブロスともうやり取りしてます。これ来ました。ほら、僕の画面を。ディアブロスもいますよ、ここ。やばい、やばい、大丈夫ですか。硬い、見合ってる。硬い。モンスター同士が争いしてるよ。今強い。血がおかしくなかったですか。なんか今そうだ、すごいダメージが入るんですよ。これガードが取れた。ガードこれか。ディアブロスするんすか。ガードこれだ。ディアブロ、ディアブロ仲間。ディアブロス強い。仲間なのか。仲間ですよね。なるほどね。井上さん、これこの隙に攻撃できますね。これやっていいんですよね。どんどんやってください。ディアブロス行きますか。ディアブロスやってます、僕。ディアブロス行きましょうか。じゃあもうはい、行きます。ディアブロス討伐できたら。ディアブロスやってますじゃないですよ。俺ボロボロスいいですか。ボロボロスやりましょう。ボロボロス目的。なんでディアブロスやってるか、井上さん。目的何でしたっけ。まあ、でもボロボロス、ディアブロスってあんまりね、映像とかも流してないんで。ディアブロス行く。せっかくなんでディアブロス行きましょう。ディアブロス行きましょう。痛い。こいつむっちゃ強いですよ、本当に。徳田さん、かなり減りましたよ。あ、これ危ないっす。ちょっと待って。これかなり危ない。いまいちまだガードに慣れてないな。ちょっと待って。あ、違う。しまった。すぐ乗ろうとしちゃう。待って。え、潜った。やばい。あ、潜る。来ますよ、いつものが。逃げて。誰か止めた。危ねえ。危ねえ。危ねえ。これ穴開いてる。え、ディアブロ行っていいですか。行けます、行けます、行けます。うわ、すごい減る。一撃すごく強いですからね、ディアブロって。行きますね。なんか麻痺とかさせます。あ、させたい。まだ分かってないのか。麻痺行こうか。麻痺行こうか。麻痺麻痺来た。来た。麻痺ってる、麻痺ってる。今のチャンスですよ。麻痺ってる。きれいきれい。え、属性解放やっていいですか。あ、これだ。お、いいぞ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 。いいっすか。やった。キュートがかなりいい攻撃入ってましたね。入れた、入れた、入れましたよ。こっから今のいいですね。ね、ジャンプ好きだ。ジャンプ好き。ジャンプ好き。半分減った。マジで半分持ってくるんで。ちょっと待って。危ない。危ない。危ない。あ、いや、戻った。これ歩きのみできんだ。そうですね。そうですね、アイテム。あ、ちょっと待って。危ない、危ない。なんかスタイリッシュだな、飲み方も。そうです ね、 いいですね。結構リアルですよね。ちょっと緊張する。ちょっと。え、T シャツはもういいの。ちょっと。いや、T シャツ欲しい。T シャツ欲しい。これで、ディアブロスをじゃあクリアできたら T シャツ2枚。やった。あ、じゃあ増えた。やだ、いけ。あ、じゃあまた。また2枚いけ、2枚いけ。とにかく倒してほしい。ですよね。これは結構本気で進化してますね。すごくないですか。徳田さんもかなり本気ですし。やばい。キュートルがかなりいい場所で、はい、やっぱ分かってますね。すいません。足元はいいですね。楽しいんです。買った。ポジショニングがやっぱいいですね。やってる方だからこそのなんか、ね、そこは安全だっていうところ分かってますね。いや、もうなんか立ち振る舞いもかなり安定してきましたね。そうですね。危ない。ユーザーハンマーでめまい、いけませんか。分かった。
めまい、その前に回復させて。なるほど。ちょっと強いですよね。強いです、やっぱり。残り時間があと10分です。ちょっと待ってください。大丈夫ですか？大丈夫かな？これ大丈夫ですか？あと10分倒せますか？お願いしますよ。でもまあ疲れてはいますね、結構だいぶ、あ、減る、半分減る。ちょっと大きい攻撃はカウンターは取れないんですね。なるほど。今回あ、まあ、ペイントボールもなくなっているんですよね。そうですね、シルベムシがペイントボールの代わりになっていますので、ありがとうございます。1回見つけたモンスターはこのこういうマップにちゃんと記載されるようになりますので。なるほど。シルベムシについていけば、もうシルベムシに、はい、これキラキラしてるやつですよ ね。そうですね。なんかもうちょっと一通り やってからじゃないんですかね。普通って、普通は、まあ、普通はそうですよ。ガチでやりたかったんですよ。操作方法こうですよとか。ボルボロスもいますよ。あ、ボルボロスいるって。ボルボロススルーですね。いいですか？ボルボロスどこ行っちゃったんだろう。ボルボロスいますよ。あれ違った。あれボルボロスですよ。ディアブロスどっちがいいですか？ボルボロス、ディアブロス。ディアブロスで。辻本さん。クリアする気がないですね。ディアブロス行くんですか？辻本さん、なんで辻本さんが率先してディアブロスでって言っちゃってんですか？ディアブロス。ディアブロス。ディアブロス今回あまりまだ見せてないということですからね。会場にいらっしゃる皆様、配信をご覧になっている皆様も。うわ、でかっ。ちょっと待って、でかい。いや、綺麗。外で見るとめちゃくちゃ綺麗ですね。夕方になってきましたね。これ時間でどんどん、見た目変わってきます。夕日の光をね、鱗の繊細さすごいですね。そんな変化あるんだ。細かいところまで、はい、かなり作ってくれました。これ前で見てる人たちめちゃくちゃでかい画面で見えてますから。そうですよね。モニターがかなり綺麗なはずなんです。なのですごく伝わってるかと。今みんなに見られてるんだな。めちゃくちゃ見られてます。びっくりするぐらい人がいます。すごい見られてるんだ。キュータロ下手だなって見てるんですね。今乗ってますよ。辻本さんが乗ってますからね。皆さん攻撃、あ、乗ってるんですね。お、いいこれやっちゃっていいですよ。チャンスですよ。今サポート、あ、倒れた。はい、わし。こけさせた。はい、わし。はい、わし。ようやく調子が出てきましたね、井上さん。いいですね、かなりいいですよ。かなりダメージ入りましたね。やばい、あ、俺死ぬ。ちょっと、やばい。ちょっと一回感じしましょう。感じしましょう。落ちてこいじゃない。一斉にチリチリになりましたね、今ハンターたちがね。ダメージがやばい。ディアブロス。やばい。さあ、ここ、作りましたよ。アイテムが多い。多い。すみません、ちょっと申し訳ない。ちょっと飲め、あ、間に合った。あ、今ね、徳田さんが粉塵を飲んでくれようとしたんですけど間に合いませんでした。申し訳ない。急げ。あれ、あのシルベムシについていく、シルベムシについていけばいいですね。ライブですか、ボルボロスに。うわ、ボルボロスに変える、すごい。しかな、今徳田さんの方から辻本さんに指示が入りました。登りましょう。今ならまだめっちゃ頑張ればボルボロスいけるかもしれませんよ。本当？はい。ちょっと大丈夫ですか？これ間に合いますか？大丈夫なんですか？じゃあボルボロスの方に移動しますか？どこにいるんでしょうか？僕の画面出せます。僕の画面。ふんころがしだ。僕の画面出せる。これあのこいつらですね、装飾が本魚の陣形みたいなの取ってるので、これモンスターがもし来たとしてもこいつが壁になってくれたりします。あ、すごい。防御の強さ硬そうですもんね。辻本さん、時間がない中いい説明ありがとうございます。あ、みんなどこ行った？皆さん、どこ行った？俺もいましたよ。あ、来ましたよ。俺しかおらんけど。ボルボロスいましたよ。ちょっと待ってください。あ、ここか。俺一人でボルボロスやばい。じゃあ俺リアボロス行きましょう。あ、潜ったよ、おい、トップ。下からの攻撃に無力です、アップケロ。どうすればいいですか？ボルボロスいるんですけど。この、何やってるんですか、みんな今。ちょっとボルボロス倒してくださいよ。ボルボロス行きましょう。あ、ボルボロスに変える？え、はい、話し合わないんですか？話し合わない。え、どっちですか？俺今ボルボロスと一緒にいますけど。一緒に仲良く歩いてます。友達みたいな距離感。ガンガン歩いてるんですよ。ボルボロス。すごい歩いてるんですよ。こんな並走できるの？ボルボロス。どうしたらいいですか？ゆうたろさん。やるよ。切るよ。行きましょう。人たち。あ、よいしょ。よいしょ。よし。ちゃんと狩りをやってください。これやばいね。ボルボロスさえもやばくなってきた。めちゃくちゃ頑張んないと。めちゃくちゃ頑張ってください。罠とか駆使してくださいね。罠持ってるはずですからね。今ドローマン取ってますね、これね。なのでいろんな攻撃に泥が。あ、泥だね。泥だ。飛んできますんで。すごいな。そういう時はこの水冷弾とか水属性が効くので。はい。さあ、いけるかな。しかもより細かく設定が増えましたね。あとそれが見た目
にも分かりやすくなりました。いや見てる人クエストクリア見たいと思いますの で, です、ね、急に皆さん本気になりだしたのがすごく分かります。ガチですね。井上さんの動きが変わりました。やばい、あと5分相当しちゃうんだよな。まだ弱ってないですね。とやばいよ、足引きずってないですよ。もうやばいよやばいよ、これやばい。あ、ドロあ、ドロ吐かない。わし押し込みましたか。よしよしよし、ナイス、いけるいけるいける、やばー、切れました。あ、でも体力、あ、切れてるんだ。井上さんが来たんですよね。ちょっと、井上さんもういよいよ決められなくなりましたよ。剥ぎ取ってる場合じゃないですって。ちょっとまだまだいますよ。誰今剥ぎ取ってたよ。ちょっと待って、マスクパンダラ剥ぎ取りましたね、やっぱり。あ、ごめんなさい、剥ぎ取ってね、何が出たかとかもね、袖の部分でも欲しい。いいっすね、一歩切れてますね。もう終わった。あ、いいいい、あ、いいよ、あとちょっと、違う違う、これ、ふんころがしどうするの。井上さん、井上さん、井上さん、ふんころがしいらない。井上さん、一生懸命やってんねんけど、この子。皆さん5分切ってますから。やばいやばい、時間ない。これはほっといていいの？これは本気でやばいよ。ほっといていいの？どちらでもほっといても、はい、いきますよ、いきますよ。はいはい、ちょっとお待ちください。ちょっとお待ちください。すっごい早い、めちゃくちゃ冷静に、逃げ足早い、冷静にいってますよ。逃げ足早いっすよ。さあ逃げてますよ、足引きずってますから、あとちょっとです。やっと操作方法が分かってきたんですよ。じゃあもう決めちゃいましょう。今ですか、終了まで5分切ったところでようやく分かってきた。一通りやってたんで行きましょう。あれ、よし、これ今どこ行った？ちょっと待って、潜った。あれ潜った、潜りました。あ、起きてきた。これ弱ってるんでね。いやもう、寝てます。あの、ここで、あ、いいですよ、ガンガン。いいぞ、いいぞ。もうあとちょっとですよ。いいです、いいです。あ、多分あそこだな。やりると、見ている皆さんも応援をお願いします。いた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 。プレイステーションブースの前、人だかりがとんでもないことになっております。どこで見てます？見せるプレイお願いします。目の前の休憩エリア、ね、いっぱいです。来ましたよ、また。来ました、僕の画面を捕まえます。なんか来ましたよ。なんか来た。なにこれ。ジュラトノス。僕の画面戦ってますか。ちょっと待って、この子何。ちょっと待って。どこの中から何か来た。情報にないんです。僕の画面で来た。見せたい情報が多すぎる。はい、だが時間は迫ってきているので、ボロボロさんどうですか。やばいやばいやばい。怖い。ボロボロさんもかなり弱っています。いや、ちょっと待って、もう胴体がここにある。どうしたらいい。井上さんも立ったまんまですよ。お、行きますよ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 。ちょっと見てください、注目です。見ててください、徳田さんの方で。画面をデコッとしてください。よし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 、絡み合っている。絡みついてる、絡みついてる。もう、他力本願、他力本願、どうしておくれ。他力本願プレイ。まあ、このジュラトノスの時間は、時間は、はい、まだ大丈夫ですか。もうちょっと時間。なるほど、硬い硬い。お互いのダメージを与え合うんで研ぎたい。まあ、ジュラトノスがボルボルスを倒してくれた T シャツもジュラトノスにあげましょうね。ちょっと待って、ちょっと待って、あの子何巻きついてましたよね。時間的にはかなり迫ってきてます。これ本気でいかないと、もうないですね、時間。左上の時計が赤く点滅し始めております。あ、やばい、時間がない、時間がないぞ。こっちじゃないんだよ、俺がやりたいの。しびれているぞ。いや、巻いてる、巻いてる、やった。